すごいもう J カップとか出てるんで、もうそうなんか一つでももう盗み多くあのゲド選手出してもらって盗みたいと思います。これを勝ち上がっていけば仲間の藤田選手との対決とか田尻選手とか、いや当たんないです。そんなことよりやっぱり1回戦といいますか、もうゲド選手とすることだけでもう精一杯なんで、もう他のこと考えてらんないんで、はい、ゲドさんだけです。はい、相手は受けの天才仕事師とも言われてるわけですね、はい、ガンガン攻めがいがあると思うんですけど、そうですね、いつもの自分を忘れないように、相手に飲まれないようにと、飲まれないようにもう本当自分らしくガンガンいきたいと思います。1回戦第2本の本間選手、まあ、でっかい選手がいるわけなんですけど、あ、でっかいですか、結構ごついですね、本当見たことないからね、うん、まあなんとかなるでしょう、予備知識なんもないけど楽しそうな試合ができそうですか、え、楽しい試合ができそうですか、できないよ試合なんか楽しくないから、まあ、全日本プロレスって話もあったり、いろいろ激しい変化があると思うんですけど、どうですか、ここに来てプロレス活動、自分のかなり充実期に入ってるね、慌ただしいね、まあ俺らの歴史は流浪の歴史だからね、いろんな団体出て、ね、いいんじゃない
もう一丁。すげえ。もうなんつうか負けたんですけども、もう自分の持ってる技全て出して負けたんでもう悔いはないと言いますが、はい、もう力尽くしました。もっと経験積んでもう一回外道選手とやりたいと思います。やらせていただきたいと思います。実際当たってみた外道選手っていうのは前戦う前とどんなところが、いや変わらないです。変わらないですし、もう力、それプラなんかイメージしてたよりも力強さ加わって、うまいとかなんか変な言い方、賢いとか、そういうのはもう全然僕のイメージ通りだったんで、本当予想通りのレスラーだって本当憧れますね。本当に懐の深いレスラーというのは本当に、はい、手応えありすぎたっていう外道選手も今試合後言ってた。いや恥ずかしい、そんな、いやそんなとんでもないです。そんな外道選手からそんなことを言っていただくなんて本当に嬉しいです。本当に、はい。